ゃれなイントロ。こういうの好きだな。うん、最初からバッチリ雰囲気があっていいね。ありがとう。お、奏で真冬を見てる。奏で、みんな、今日はありがとう。しばらく集中して作業したいから、落ちるね。僕もそうしよっかな。ユキ、エナナ、じゃあね。うん。じゃあ、エナナ、私も。待って、ユキ。ちょっと話したいことがあるんだけど。何？ケイに、もっと何か言ってあげることないわけ？どれだけいろんなことを考えて、頑張って曲を作ってるか。想像するくらいできるでしょ。ありがとうとか、お疲れ様とか、言えばいいの？そうだけど、そうじゃないっていうか。言葉にしてもらわないと。わからない。それができたら最初にしてるから。っていうかそもそも甘えだと思わないわけ？え？全部言葉にしろって、それって自分じゃ何も考えるつもりないってことでしょ？ちょっとは感じられるようになったんだから、もっと自分で考えて言葉にしたら？うん、そうだね。ごめん。あ、違うの。別に怒りたかったわけじゃなくて、今のはただの八つ当たり。八つ当たり？私は曲作りではあんまり役に立てないから。けどあんたは違うでしょ。自分でだってすごい曲を作れるんだから。なのにろくに何も考えないし言わないし、だからイラついてってなんでこんな、私は小さい人間です、なんて説明までしなくちゃいけないわけ？ほんとムカつく。今のは、エナナが勝手にしたんだよ。うるさい！エナナ。何？これを言うと、また怒るかもしれないけど。その前置きがすでにムカつく。で、何？ありがとう。こういうことをちゃんと言ったり、怒ったりするのは、エナナだけだから。はぁ、あ。ま、その調子で思ったこと口に出せば。あんたの言葉って、端的すぎていろいろムカつくけど、間違ってたり、的外れだったりしたこと、あんまりないしね。うん。けど、ムカついたら普通に怒るから。そのつもりでいなさいよ。ムカつくのと怒るのは同じじゃない？そういうのは言葉にしなくていいから。もう、じゃあ言いたいこと言えたし、私もそろそろ落ちるから。うん、おやすみ。おやすみ。はぁ、まったく、真冬ってば、なんでいつもああなわけ？まあ前よりは会話もできてる気もするし、変わってきてるっぽいのはたまに感じるけど。あー、でも今はもっと面倒そうなのもいるんだけどね。あっちは言葉にしようとすればいくらでもできるのに、あえてだんまりだしな。聞き出そうとしてもいいようにかわされちゃうし。真冬とは違う意味で厄介っていうか。水木、なんで、何も言ってくれないわけ？私、そんなに頼りない？はぁ、あ。